今回は海軍中将、アイゼン宗助を妄想するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。海軍中将、アイゼン宗助。イレイユの実を食べ錯覚を操ることができる。主に敵船に霧を発生させ同士討ちを誘う。麦わらのルフィのことを気に入っている。どこまで嘘ですか？ベガパンクもガープも嫌い。なんであいつらあんなにすごいのに天竜人を放置してんだよって思ってそう。特にガープの現体制に批判的ながらも折り合いつけてるような姿勢には嫌悪感せいそうよね。こいつの正体、大将や四皇に収まらない化け物じゃねえか。この人的に革命軍ってめっちゃいい印象か。下手したら革命軍に定期的に情報を流してそうだよね。利用するためとはいえ。海軍、海賊、革命軍にそれぞれ情報流して共倒れさせつつ、自分がトップになれるようにしてるだろ。最終的にイム様殺そうとするだろうし、原作からしてイム様潰そうとするけど、結局一歩のところで届かなさそう。裏でしれっと天竜人抹殺してそう。これからは私が天に立つ。でマリージョア襲撃してくるヨン様はちょっと見たい。麦わらのルフィに対するアイゼンポイント。仲間を守るために圧倒的強敵に力の差を理解しても立ち向かってくる、プラス1000。自分の夢に命を懸ける、プラス1万。信念のために世界を敵に回す、プラス1億。考えてみれば、アイゼン絶対ルフィのこと気に入るな。女一人のために四方の島に攻め込むのも、友達の魚人、人魚のために天竜人殴るのも、兄貴を救うために頂上戦争に乱入するのも大好物すぎる。でもそれはそれとして強化水月でメンタル削るね。麦わらのルフィ、面白い男、強化水月でいじめてやろ。現体制を嫌う、支配を嫌う。ルフィとアイゼンに共通点は多い。でも、アイゼン隊長は仲間を作れないじゃん。レベル6に捕まって負けたバレットと、その男の名はゴッドウソップというのではないかな、とかやってそう。お、私との実力の差を理解しても向かってくるぞ。恐怖に耐えて勇気を振り絞って戦おうとしてくるぞ。合格。アイゼンさん割とちょろくないっすかね。合格したら執拗にいじめてくるぞ。他作品キャラなのに劇場版ラスボスとかにいても違和感ないな。シャンクスのことはめっちゃ嫌ってそうかな。アイゼン。カイドウとの相性はどうだろうか。ロジャーの船にいてワンピースの知識持ってそうだったり、圧倒的な強者なのに自分が劇的に死ぬことしか考えてない連中には、まとめてこの反応するでしょ。力があるなら世界を良い方向に変えるのが勝者の務めっていう、意外と気高い精神の持ち主だからなこいつ。言われてみればガープのこと嫌いそうだわアイゼン。シャンクスみたいに覇王色ガンガン使ってきそう。海軍版シャンクス。覇王色バカ強。いつもの冷圧マウントが覇気マウントになるのか。めちゃくちゃ白ひげ嫌ってそう。尋常じゃないほど嫌いだろうな。この小僧面倒くせえな。その評価で大体合ってるのか。白ひげのことは嫌いだけど、それはそれとしてこじらせてそう。頂上戦争で白ひげが死にかけの時はめちゃくちゃ面倒な感情抱いてそう。白ひげに対しては単純な嫌悪や蔑視じゃないの何かわかるわ。白ひげは一応一般人守ってたからな。でももっと君ならやれたはずだ、なぜやらない、ぐらいにめちゃくちゃ嫌いだろ。なんかこの世界線のマッツ、裏原とかマユリとかザエルアポロとか在籍してそうなんですけど。追い出せそんなやつ、なんでいるんだ。精鋭な全員カスじゃねえか。てめえ、浦原さんやマユリ様が下道だって言いてえのか。うん。マユリ様は慈愛に脊髄が生えてるようなお方だろ。でも二人とも一応結果的に公共の福祉に貢献するから。アイゼン隊長って要するに、何もかもに正しくあってほしい。ちなみに私はめちゃくちゃ強いので正しい、正しいとは言っていない。だからなスタンスが、めちゃくちゃめんどくせえ。あと、他人に期待はしても信頼しないのでノータイムで信頼されると、
最終的に巡り巡ってアイゼン隊長の脆弱性にぶっ刺さって死ぬという致命的なバグがあるので麦わら大船団には弱い。インテリのようで意外と脳筋なのか。パワーと血頭が良すぎて世の中の不条理に切れてるだけで、本質的には自己中心的な善人なんだよこの人。バレットもそうだけどこじらせた脳筋ってどうしてこんなに面倒さいのだ。力を持ってるなら間違ってるこの世界を変えるべきみたいな思想を持ってるから、白ひげも嫌いだし足を止めた海賊、七部海とか、も嫌いだし天竜人も海軍も大っ嫌いだぞ。世界変えようとしてるけど力が足りないみたいな人たちも弱すぎて嫌いだし。好きなのは前に進もうとしてる人ぐらい。弱くても強いものに挑む奴は好きだぞあいつ。弱いのを自覚してでも前に進むぐらいしないと無理やな。死ぬ前提の特攻もダメ。力の差を理解した上で何かの良い目的のために命を懸けるなら高評価だぞ。こいつ基本的に何かを成し遂げて世の中を良くしようと動く奴が大好きだから。そこにルフィを一つまみっと。でも私以外が天に立つのも嫌だから全力で妨害するね。加盟国には人権がないのが世界の現実。それは敗者の理論だ。絶対海軍やめるわこいつ。アー緑竜もこいつが嫌いそうなタイプだわ。憧れは理解から最も遠い感情だからな。革命軍は好きっぽいな。でも自分ならもっとうまくやれるのになぁとか思ってそう。まあ藍染めこの世界絶対嫌いだから革命起こそうとするわな。ブリーチの世界より賛同者を襲う。あの散々ネタにされた反転形態も白い武装色と考えると急に強く思えてきたぞ。武装色の中でも異質な白い武装色。パスタマシンみたいなギャグ扱いされそう。この人が海軍にいるのクソ面白いな。絶対に途中で裏切るだろうし、大将や戦国にはちょっと警戒されてそう。自分がそれなのに弱者を食い物にする悪党が嫌いで、かつ強者なのに現状維持する奴も嫌いで、強者に寄生する弱者自体も嫌い。麦わらの一味に対しては大体好感度高そうなのが笑える。お前どんなラスボスだよ。アイゼンはセラフィムみたいなのはどうなんやろな。それこそバカバンクに倫理観とかやなくて、こんなもの作れるのになぜあんなものに従っている案件なんやろか。現体制を維持するための兵器だから普通に嫌いだと思う。アイゼンって強さの種類的には、悪魔の身も強くて、フィジカルも強くて、覇気も強いみたいなタイプよな。ただただ強いタイプの強さ。つまりカイドウか。強いけどそこそこ不便な悪魔の身を、フィジカルと覇気とレス馬力でカバーする厄介なやつだ。アイゼンはルフィのことめっちゃ気に入りそうだけど、ルフィはアイゼンのこと嫌いそう。天竜人なんかの護衛をやってる大将とか、世界のいびつさを知りつつあくまで保守側なガープとかのことは嫌いって認識で一致するけど、逆に海軍でこいつが興味持ちそうなのって誰だろう。海軍じゃないけどかっこいいシーンのハンニャバルは好きだと思う。ジーボーン大佐も好きだと思う。同じ黒幕仲間だろって感じで、海軍抜けた後のアイゼン様にめちゃくちゃ慣れ慣れしくしてくるが、現体制の歪みにおんぶに抱っこだし、国を歪めて都合よく操るし、そもそも自分自身が前に進むビジョンが1ミリもなく、ただ支配したいだけなドフラミンゴのことがめちゃくちゃ嫌いな、アイゼン様。ひなもりももポジは足し木で良いのでは？足し木はてめえに憧れてたんだぞ。手ぶちぎれるスモーカーに。憧れは理解から最も遠い感情だよ。と返すアイゼン。足し木はきっちり結構な速度で成長するので見直すし、スモヤンは普通に好きそう。自分の本性を見抜けないで上っ面に騙されるだけでもマイナス10万ポイントくらい入るぞ。憧れがどうのこうの言ってるが、こいつが一番他人に変な憧れや期待を持ってるんじゃねえか？てめえも人のこと言えねえだろワニ小僧。結論、アイゼン隊長、どの世界でもめんどくさい。